鶴光一さんの実践幸せテクニック講座に聞き物語。今回のテーマは自己救済です。テクニックその2、私はもう人は救わない、自分を救う。ぜひこの言葉を反復してください。次回までできるだけ多くこの言葉を繰り返し唱和してみてください。このフレーズが鼻歌で出てくるようになるまでやってみてください。毎日何十回となく、自分のために声を出して、耳から潜在意識へ入れてやってください。あなたの内なるロボットが、この考えを自動操縦し始めるまで。ちょっと、そうじゃないだろ。相手に意見を言いたくなった瞬間に、ぜひこのフレーズを思い出してください。相手を正そうとしている自分に気づいてください。それは他人救済ですから。あ、かわいそうにと思った時はチャンスです。その人を助けようとする前に、もしくはその後に、私はどうしてそう思うのだろうか。自分に質問をあげてください。私はどうしてこの映像を見るとかわいそうと感じるのだろうかと、自分のハートに向けて質問を投げけます。ですがどうか、それには答えないでください。答えが来たら台無しだと思ってください。答えが分かったらエゴは自己満足するからです。答えが分かったからといって、体質が改善されるわけではありません。あなたにかわいそうと感じさせる、その源であるあなたの内的エネルギーは、元のままです。その内的エネルギーを抜き取ることこそが、根本的自己救済です。この役に立たない、あなたの内的エネルギーをブロックと呼びます。頭では分かったのに相変わらず同じことをやっているというのはこのためです。ですから質問を発して、それには答えない、答えを求めないという態度が必要です。答えを欲しがっているのはエゴだからです。頭で理解すればするほどエゴは肥大化してしまうものです。第1回講座で話した、意識を切り替えようとしても切り替えられない、ということも、このブロックによって起きてきます。このブロックを抜き取ってあげれば、できるようになります。瞑想をすることによって、人生が切り開かれていくように感じるのも、このブロックが瞑想の中で超意識に触れることによって溶かされていくからです。病気で苦しんでいる人や怪我で痛がっている人を見るとすぐに助けたくなります。条件反射的にこれを優しさだと思っている人が大勢います。ですが真実を冷静に見てみると、その映像を見ていることが辛くて、なんとか見ないで済むように手助けしています。自分のハートを感じてみてください。自分のハートの痛みから解放されたくて、病人や怪我人をなんとかしようとはしていませんか？痛がっている人を見たら、自分の肉体が緊張する。こんな自動的肉体の反応に気づいてください。転んで血を出した子供を見たとき、何してるのよ、気をつけなくちゃダメでしょと急に叱りたくなるとしたら、あなたもそんな条件付けに汚染されています。だから言ったでしょなどと言いたくなったとしたら、もう間違いありません。あなたは条件付けされた犬と変わりません。苦しんでいる人を見て自分の肉体が緊張することを確認できたら、あなたも
パブロフの言った条件反射の犬と同じです。すでに条件付けされています。でもそのことさえ自分で気づければあとは簡単です。その条件付けを解除してあげればいいだけのことですから。この条件付けの鎖を断ち切ってしまいさえすれば、あなたの反応は瞬間に変わります。すでに左脳による理解を終えている人の場合、イメージワークのテクニックで3分から5分でこの条件付けの鎖は切断することができます。簡単なものは5秒で終わります。ただやり方を知らないだけです。条件付けの外れた人間は、苦しんでいる人を見ても楽しんでいる人を見ても常に同じように対応ができるようになります。どちらの場合にもその人の望むサポートが抵抗なくできるようになります。苦痛に感じることもなく、負担に感じることもなくです。あなたの渡したいものではなく、その人の欲しがっているものを渡すことができるようになります。リラックスした肉体がストレートに内なる大いなる私からのメッセージを受け取り、神の意志に基づいた行動が取れるようになってきます。犬に餌を与えるとき、必ず金をチリンと鳴らして与えているうちに、今度は金をチリンと鳴らしただけで犬は口から唾液を出すようになります。金をチリンと鳴らすたびに頭をポカリと殴られるという動作を繰り返された人間は、チリンという金の音を聞くと体が自然に殴られないように反応を起こします。そしてその金の音が大嫌いと感じるようになります。同じ金の音で、その条件付けの違いによって、金の音によって喜びを感じる犬と苦痛を感じる人間とが生まれます。金の音という外的要因そのものにはどんな価値もありません。その人に埋め込まれた条件付けによって、それが良きものになったり悪しきものになったりするわけです。あなたの感じるあらゆる反応がこの例えと同様にして起きています。私たちの外側で起きる出来事と、私たちの肉体の中に起きる反応とは本来つながっておりません。本来つながっていないものの間に条件付けによってリンクを張ったおかげで、私たちは見える世界に反応するように成長してきました。そして今はその条件付けを解除することによって元なる神へと帰ろうとしております。もうその体験を終える時が来たからです。ですから、その条件付けの外し方がわかるようになってまいりました。これまでの歴史上明らかにされなかったことがわかるようになってまいりました。とても簡単なテクニックで、鐘の音に条件付けられた人間は、チリンという鐘の音を聞くと同時にストレスを感じるようになります。ですから、チリンという音を立てた人間が憎く感じるようになってきます。なんでそんな音を出すんだよと思います。音を出す人を恨みに思います。ですが、音を出した人間には何でその人が怒っているのかさっぱりわかりません。理由もなく怒る相手を変なやつだと思うようになります。そんな色眼鏡で相手を見始めると、ますます変な風に見えてくるようになります。こうして対立が始まります。その人間関係が苦しくなると、どうすれば仲良くなれるか必死で考え始めます。相手に気を使うようになります。自分を抑えて
相手の気に入るように振る舞い始めます。こうすることによって波風を避けているだけの生活が始まります。自分を抑圧しているためにエネルギーが枯れてきます。もうこの人とは一緒にいられないと感じるようになってきます。私たちは多くのことに条件付けられています。悪口を言われたらムッとする、これも単なる条件付けです。条件を外すことができれば、相手の言った言葉を悪口と解釈しなくなります。条件付けされている状態では嫌味に聞こえた言葉が、条件付けを解除した後にはその同じ言葉が優しい言葉としてさえ感じてしまいます。ですからあなたはあんなに嫌味だった人が急に優しくなったと驚きます。怒っている人を見ると気分が悪くなる、これも条件付けです。ですが人はこのことを知りません。ですからこれを改善しようとすることはありません。本来病気であるにもかかわらず治療しようとしないわけです。生卵を食べるとジンマシンが出る、こんな時人は病気だということを知っていますから、なんとか体質を改善しようとします。そして体質を改善すると生卵を食べてもジンマシンが出なくなります。怒っている人を見ると気分が悪くなるという病気も体質改善をしてあげれば治ります。その原因となっている内的エネルギーを抜き取ってしまえばあっという間に治ります。ほんの5分でです。怒っている人を見てそのまま怒らせてあげることができます。そんなに怒らないでとうろたえなくなります。だって不快に感じないのですから。そんなに怒るなよと心配しなくなります。怒ってはダメと人をコントロールしなくなります。人をコントロールするのは良くないといくら自分に言い聞かせたとしても、この体質を改善してしまわない限り瞬時にコントロールしたくなります。怒っている人を見て反応しているのは肉体だからです。どんな言葉であれ、耳に聞こえてくる言葉で肉体が反応するものは全て改善することができます。外から聞こえてくる言葉によってあなたは反応しなくなります。こうなると人の噂が気にならなくなります。人からの評価で一喜一憂しなくなります。他人からどう思われるかということが全く気にならなくなります。人から言われる言葉と自分の感情がリンクしていないのですから、耳に聞こえてくる言葉によって幸せになったり不幸になったりしなくなるのです。怒っている人を見ても苦しんでいる人を見ても見えている状態と自分の幸不幸がリンクしなくなります。一切外界からの影響を受けない人となります。不動心を得ます。宇宙のマスターとなります。単に自分の内的エネルギーをお掃除するだけで、外側に影響を受けなくなったらどうなると思いますか？外の世界で起きていることと自分の感情がリンクしなくなったら、未来のことなどどうでもよくなります。ですから不安が消えます。これが幸せな状態です。揺らぐことのない絶対的幸せです。幸せは手に入れようとすると逃げていきます。もうご存知のはずですね。幸せは自らの手で勝ち取るのだと積極人間は前進します。でももうそれがうまくいかないエネルギー環境の中にあります。世界の状況を見れば
すでにそれは明らかです。もう目的を持つのはやめることです。ああなろう、こうなろうという思いを手放してみてください。それは、幸と不幸の二極の道です。どんなものであれ目標を持つと、そこに快と不快が生まれます。知識を得ようとしないことです。お金を得ようとしないことです。技術を得ようとしないことです。何かをやろうとしたら、そこにうまくいくと、いかないの二極が生まれます。うまくいけばいくほど、ここで失敗したらどうしようという不安も大きくなります。もう、エゴに何かをさせようとしないでください。エゴのしようとすることは、絶対にうまくいきません。じゃあ、一体どうすればいいのよ、と思えるようになってくれば、締めたものです。それは、エゴさんが聞く耳を持ってくれたということですから、すかさずこう言ってあげてください。内的エネルギーのお掃除をしましょうと。今、あなたのすることはそれだけです。そのために、今という時があります。今は浄化の時です。お祭りが終わったら、どうしますか？きっと、誰でも、公園の後片付けをするでしょう。地球三次元祭りは、今終えようとしています。まだ、三次元祭りの楽しさを忘れられず、はしゃぎ続けようとしている人たちもいれば、この記事の読者である皆様方のように、後片付けを始めている人たちもいます。これで、ちょっと皆様の意識が、幸せになろうとするところから、お掃除をしてみようという入り口に入りました。そうなるとエゴは、流行り始めます。じゃあ、どうやってお掃除すればいいのと。早く教えてよ。これまでも思いを手放そうとしてきたのに、それはうまくできなかったのよと、エゴさんが思っていませんか？そんな、流行るエゴさんに気づいてくださいね。そこで立ち止まって、ゆっくり深呼吸を3回してください。焦るエゴさんを感じてあげます。その流行る思いは、どこからやってきていると思いますか？その焦る思いとして感じている源に、もう役に立たなくなった内的エネルギーがあるわけです。これまでのように限られた時間の中で、最大効率を上げることを良しとする価値観の中では、そのエネルギーは役に立っていました。ですが、直線的時間の外へ飛び出そうとしている今、あなたを急かせるそのエネルギーはもはや邪魔者です。いつまでも体内に貯蔵し続ける必要はありません。そう思えるなら、じっとその流行る思いに意識を向けてください。一人静かに座って。浄化法テクニックその1。この思いはどこからやってくるのだろうかと、疑問を発し、それには答えない。自分のハートに向けて質問をぶつけ、その質問に全神経を集中してください。ただ、質問に意識を向け続けてください。決して答えようとしないでください。頭で考えないでください。頭で考えているうちは、意識の光が原因に届きません。ただ質問に集中していると、あなたはエネルギー使いとして、その源となる内的エネルギーに浄化の光を注ぎ込みます。真の原因が溶けていきます。そして、流行る心が消えていきます。光が届き始めたら、3分から5分で消えていきます。これが自己浄化法の一つです。次回以降、さらに詳しく書いていきます。
十分に納得するまではむやみにこのテクニックは使わないでください。せっかくの宇宙の英知もあなたの思いの力以上のものではありません。あなたがなんだこんなもの聞かないじゃないかと思うようになったら、その想念を消すことは至難の業となってしまいます。ぜひ慎重に使ってください。十分理解して使えば、それは強力なテクニックとなります。私の目の前ではそれが奇跡のように起きています。人があっけなく変わっていきます。苦しみが消え、楽になっていきます。たったこれだけで、こんなに簡単だったのと驚きます。焦らずにじっくりとこの文を読み返してみてください。宇宙の英知を真の自己改革の武器とするために